もう寂しさが勝ちすぎて、あーもう終わっちゃうかって思って、でも明日は悔いのないように。頑張りたいと思います。なので配信か現地に来てくださる方も見守ってくださってると嬉しいです。めちゃめちゃあのシンシンのうちわとかショーマンのね持ってくださってる方見えています。嬉しい、ありがとうございます。ミクチャのアカウント確かにねずっと置いてはあると思うんですけど、消えることはなさそうかなって思ってます。なのでまたね配信できるならしたいですけど、笑顔でしょ。もう1曲目から泣きそうになる。1曲目と最後の曲がちょっとずるいです。泣かないで。なんか怒涛の日々すぎて、このレイのイベントもですし、ミュージカルとかナンバトルとかもういろんなことが、でまた7月にライブも決まりましたね。そうでいろいろあるかな。ほんまにあっという間に過ぎていくんですけど毎日が。ミクチャ配信、あ、全然ダメとか言われてないです。で、レイマガジンが視聴を始めましたっていうあれが出てきたけど見てるんですかね。いや、どうしよう。お世話になります、よろしくお願いします。これからピロピロがいる、おめピロ。やっほー。ピロピロもレインの専属が決まって発表されるのメンバー一致楽しみにしてた。え、発表されるんって明日、発表されるんって明日ってじゃ聞いてきた。なんか共演とかしたいな。共演なんていうんや、一緒の雑誌に載ることってなんていうんや、してみたい。カラーズ、そうカラーズもあるから、でもライブ、そう詳細がライブの急に夏のライブの話なんですけど、ライブの詳細が6月4日の配信で発表されるらしいんで、それをシンシはまだ知らないのだから、なんか何どんな感じかよく分かってないんですけど、それを聞いてからですねどんな感じになる。NMB の先輩方と共演したいですね。やっぱ憧れというか、そこに憧れて NMB に入ったので、それはちょっと目標というか共演できるように頑張りたいなと思います。前レイに出させていただいた時もおかりさんの企画で出させていただいたんですよ。から本当にあかりさんは私の人生を変えてくれた恩人ですね。これからもおしんカメラマンするから任せてみろみろ。
頼みます。ピロピロさん、関西コレクションも夢のまた夢ですね。ランウェイ雑誌の掲載とかはちょこちょこあるんですけど、そのランウェイを歩くっていう経験は一度もしたことがないので、それはちょっと密かな夢だったんですけど、まあ、専属モデルにならせていただいたので大声で言いたいです。ランウェイを歩きたいって。最近見つけました、嬉しい。なんかこういうのがこのレイに乗ってて3